ここから動かせますね。どうも、変なゲームやらないお姉さんのゆかりさんです。変なゲームお姉さんとは別人格って設定です。色一緒だけどね。いや、色だけでなく色々一緒なんだけどね。このチャンネルに私の別人格って一体何人いるの？まあそんな細けえことはどうでもいいんだよ。何やら運転してたら車がどっきりクラッシュしちゃったんでしょうか。夜中に森で、一人。レベッカという女性を捜索しているという状況。大変ですね。頑張って探すんだぞ。爆発するかも。しないか。いや、しました。ちゃんと爆発しました。これで移動手段は自らの足のみとなってしまった。こういう時のためにも、みんなも、足はちゃんと鍛えておくんだぞ。あの木にキノコ生えてる。この先生キノコ。あら、あのキノコ、生きてるみたい。しばらく道なりに進んだわ。ノー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 。何あれ。よーく見ると人型。しかし、服着てないので変態です。そして、形態的にも変態です。はい、それでも皆さんこの機会に変態という言葉を正しく知っておきましょう。まず一つ異常な状態であるということ、性的な意味で変態はこれに当たりますね。あとは形が変わることも変態と言います。変態。動くな変態。な、何がやべえって。あいつ、二つの意味で変態なんだよ。うん。え、走れって。走れない走れない。やめてやめてやめて。ファーイク！Rebecca! Please say something! Where are you? 二つの意味の変態。変態のリバーシブルかって。とんでもない森に来ちゃったね。変態の住む森。なんかそんなタイトルの ZQA がありそう。はっ、上か。おいおい、スパイダーマンかよ。ステータスぶち抜きすぎじゃない？あと私のマウスカーソルの映り込みどうにかして。なんだか恥ずかしいから。ん、鹿かな。いや、変態でした。そりゃそうだよな。変態で生態系を構築した森なんだもんな。あっち行ってよ。この森では逆に変態ではない奴の方が変態説。薄暗くてわかりにくいけど、なんだかお家っぽいのが見えたよ。変態のくせに家に住んでるのかしら。なに人間のふりしようとしてんのよ、この変態。Hey! Where is she? チラッと顔が見えた。大丈夫かしら、こんなお家に入って。私も家族にされちゃうのかしら。家具が積み上げられたりしてて。通過できるところは限られてそうね。変態は出てくるけど、追いかけられたりしないし。ウォーキングシミュレーター系ホラーかな？一番大好きなやつです。アクション性要求されるの嫌なんだよね。ぬ。純粋に怖さで押してきてほしい。恐ろしく早い変態。私でなきゃ見逃しちゃうから。みんなには見えてないのよね。この下とかに潜り込んだような、いないか、見逃しました。彼女？と一緒にドライブしてたところ。事故っちゃって。気がついたら、レベッカがいなかったってことは、すでに変態に連れ去られたんでしょう。こんな家に、彼女がいるのかしら。まあ、彼女を置いて逃げないところは男前ね。もう、この下しか行くところがないみたい。
森の中も基本的に見えない壁とかで一本道になってたからゲームとしては遊びやすい。お、やべ、喋ることなくなっちゃったぞ。どうしよう。何かアクションしてくれ。頼む。電話かけてみるとか。ありがとう。ラベカ、I'm coming。 ああ、この先から着信音が聞こえてくる感じがするけど、こういうパターンって大体、まあ結末のことは考えずに進みましょう。明かりが見えてきた。近いかな。さて、彼女は無事だと思う。おっと、これは彼女が変態になった。変態にやられたのか、どっちだ。とにかく目の前には変態しかいませんでした。変態の彼女が欲しいという方はどうぞお進みください。これ、今下がることしかできないんですね。じゃあね、強く生きるんだぞ。あ、視点も動かせない。この感じ。あ、いいね、これ。変態のゲームってのも面白いもんだね。